国志無双は、1932年製作、公開、伊勢屋十人原作、脚本、伊丹万作監督による日本の長編劇映画、サイレント映画である。新時代表記、国志無双。先駆的映画表現が評価され昭和7年度記念マ順報、ベスト106位を獲得、開革と風刺の精神を持つ明朗な、南戦筋大劇として知られ、 赤西柿田と並ぶ痛みの代表作であり、サイレント時代の日本の喜劇映画の代表作とされる。テレビドラマとして1958年に1回、1961年に2回、1966年に1回、劇場用映画としては1962年に、アベ小ベ道中のタイトル、1986年に、国史無双のタイトルで、それぞれリメイクされている。 国しむのスチル写真。左、片岡知恵像。右、山台鈴。国しむのスチル写真。左、片岡知恵像。中央、高瀬実情。国しむのスチル写真。左、片岡知恵像。右、高瀬実情。痛み満作の旧正中学校時代の後輩で、当時二28歳の伊勢屋住人のオリジナル脚本によるデビュー作であり。 白川紗よ子の知恵プロ入社第一回作品として公開された。日本映画データベース等の一部資料には、伊勢屋は原作のみで、脚本は痛み満作とするものもあるが、当時の配給元の日活データベースやの地に発掘されたプリントのクレジットによれば、原作、脚本ともに伊勢屋の作である。同様に、一部資料には、伊勢屋を伊丹のペンネームとするものもあるが、 伊勢谷は日本シナリオ作家協会に著作権を信託する実在の脚本家であり、伊丹とは別人である。本作は公開当時すでに南戦筋大劇と呼ばれており、そのニヒリズムと映画表現は高く評価され、岸松尾、友田純一、飯田心美、茂野達彦、北川冬彦ら同時代の映画人、批評家が称賛し、 昭和7年度記念は順法ベスト106位を獲得した。伊勢屋によるオリジナル脚本は、1958年1月発行の日本映画代表シナリオ全集1、1961年11月15日発行の伊丹万作全集第3巻、1966年2月発行の日本映画シナリオ古典全集に2009年2月6日に発売されたリメイク版。 国志無双の特別特典封入付録にそれぞれ収録されている。本作は、片岡千恵蔵が代表を務める片岡千恵蔵プロダクションが制作、佐賀野の,の自社撮影所でセット撮影が行われた。当時二27歳であった主演の片岡の相手役、親役を務めた山田鈴は、日活京都撮影所所属の女優であり、当時万十四歳であった。親への父、 本物の伊勢伊勢守演じた高瀬実情は同じく日活京都撮影所の所属俳優であり、当時四41歳、1915年以来17年の映画界でのキャリアがあった。千人を演じた友野淳三郎も同撮影所の所属俳優であり、当時は知恵像より若くまだ二24歳であり、本作の出演の後には東京の大都映画に移籍している。 相撲する武士を演じた中村効果までが日活所属であり、出演者の中で片岡千恵蔵プロダクション所属であったのは瀬川道三郎、沢村樹三郎、香川良介、厚見修一郎、林聖之介、矢野武雄、新人の白川代子である。スタッフについては、監督の痛み、脚本の伊勢屋以外では同プロダクション所属の撮影技師、 石本秀夫の他の人物についての資料もなく、不明である。本作を配給した日活では、同年の正月映画は、前年12月31日風切り、片岡千恵蔵主演の水野十郎左衛門と、日活京都撮影所のスター大河内伝次郎主演のお厚らいじろ吉号氏であり、正月第2弾は、同年1月7日、公開、沢田清志主演の、 うち入り以前であった。正月第3弾が同月14日風切りの本作であり、通常1周で終了のところ日活のメイン館である浅草公園6区の富士館では2週ぶち抜きで興行され、正月第4弾が飛ばされて次の現代劇作品2本立てが同月29日公開に延期された。本作の公表的ヒットと批評価における高評価は、 剣劇スターとしての片岡智恵蔵及び彼の制作会社である片岡智恵蔵プロダクションのその後の作品傾向を明るい時代劇に方向づけることになった。本作において徹底的にコケにされる本物の伊勢伊勢守を演じた高瀬実情は本作をもって同系演技を確立し、デビュー以来の肉々しい敵役から3枚目。 俳優への転身を図る転機となった。公開当時を知る辻被災一は本作に代表される作風から痛みを考える映画作家と評し、北川冬彦は同様に従来因文的だったとする映画に初めて三文を持ち込んだ三文作家と評した。ハズミツネオはずみつねおは映画50年史において1920年代 後半の左翼的な傾向映画以降の作品として、本作を位置づけ、肩肘割りつて絶叫したところで、どうにもなるような世の中ではなかった。そういう時世を見通した、聡明な知識人である痛みは、逆説と皮肉のうちに、世の中のまみのるに触れようとした。洒落の飯、笑いの飯た対象の中には、苦屋と味があるとし、それが、痛みの本体であると論評した。 北川冬彦は本作についてこの世に何者も正しいものはない、また正しくないものもないという痛みの人生観を思う存分述べた作品としている。市川昆は本作の公開当時、旧正中学校の生徒であったが、本作を見て感銘を受け映画に志を立てたという。土屋義雄によれば痛み万作は市川昆にとって好きな監督であり、 とりわけ本作については、あっぱれ一番手柄青春、銭形平時等において、明白な影響が見られるという。加藤康氏は、本作公開の約1ヶ月前、1931年12月18日に、公開された、小林正原作、脚本、内田友監督の、あだ内選手を、時代劇の傑作喜劇2本と評している。森一世は、好きな映画として、 本作を挙げ、伊丹義と仰いでおり、山田孝一は森の初期作からは影響が伺えるとして、森を伊丹万作の後継者と言えると評した。片岡千恵蔵プロダクションで助監督を経験した毛利樹、森正リは赤西かきで伊丹のセカンド助監督を務め、伊丹に指示し、本作の影響も受けたという。同作の上映用プリントは長らく散逸しており、幻の名作であり、 フィルムは現存しないとされていた。見ることのできない映画であるという現実を超えて、日本映画の歴史上の傑作として評価は高く、公開後60年近くが経過した1989年に発行された大アンケートによる日本映画ベスト150にもランクインしている。佐藤多田はリアルタイムで見ることができず、断片を見たのみではあるが、この断片からしても、 おそらくはチャップリンに匹敵する再起間発の風刺とペーソスを持ったスラップスティックコメディの一品であって、これがサイレント時代の日本の時代物喜劇映画の代表作として映画史に記されていることも頷けると記す。藤田元彦は本作に見られる特徴として、徘徊的助完結、文の省略法、時代劇の内面化、意表をつくユーモアとウィットを指摘している。 はす茂彦にあっては、痛みの評価は低く、現存する他作品や、本作の復元版断片を見ても、全く演出のできない、いいショットの一つもない人と評した。公開後60年が過ぎた1990年代に、本作の公開当時に、家庭用として普及された、パテベビー用の 9.5mm フィルムによる21分尺の短縮編集版の存在がわかり、 映画批評家の山根貞夫の協力により、大阪のプラネット映画資料図書館がこれを 35mm フィルムに復元、1996年に行われた第9回、東京国際映画祭の日本シネマクラシック部門で上映された。この 35mm フィルムによる復元ワンプリントは、東京国立近代美術館フィルムセンターにも所蔵されて1999年に、 同センターで上映されている。発掘されたプリントによれば、瀬川道三郎が演じた、老人公が、お花絵ガラスの曲、厚見周一郎が演じた、老人オーが、伊賀さますけという役名で、それぞれクレジットされている。同服現版3 5ト、mm、ルプリントの上映上の問題点は、フィルムスピードが 18fps である点で、当期以降の通常の3 5ト、mm、ル用、 映射機は 24fps であり、速度切り替え機能のない映射機では、オリジナルスピードでの上映が不可能である点である。そこで、名古屋シネマテイクでの上映に際し、18fps、あるいは 24fps で上映できる 16mm 用、映射機のために 16mm フィルムによるプリントも作成された。84分尺のオリジナルに対して、 25%の長さに相当する21分尺のこの復元版には、偽物と本物の伊勢伊勢守の対面と最初の試合、本物が敗北して、千人の下で修行するシーンが含まれている。同復元版は、2001年にイタリアで行われた第20回ポルデノーネ、無声映画祭での日本のサイレント映画特集でも、同年10月15日に上映されている。一方、 この短縮版21分が発掘される以前から、松田映画社は、松田春水のコレクションによる8分弱の上映用プリントの断片を所有している。21分弱のプラネット、フィルムセンター版と8分弱の松田版の両方を上映、説明した活動写真弁士の片岡一郎の指摘によれば、前者には最初の試合シーンは存在するが、 後者には前者に存在しない、偽物と修行後の、伊勢伊勢守とのラストの試合シーンが存在するという。このことから、内田トムが監督した、度について、東ドイツの国立映画保存書版93分と、ロシアのゴスフィルムフォンド版24分を合わせて117分の最長版を、フィルムセンターが作成した実績。 あるいは溝の口賢治が監督した滝の白糸について、谷山尾寄贈のフィルムセンター版と京都府、京都文化博物館所蔵、共和教育映画所蔵版等を合わせて102分の最長版をフィルムセンターが作成した実績等もあり、同様の手法による国しむぞの最長版の実現の重要性を片岡は主張している。1986年に公開されたリメイク版。 国史無双を監督した、保坂信彦によれば、同作の制作を開始するにあたってみた、1982年頃の時点での松田映画社版は2分50秒弱であったという。2013年1月現在、本作のビデオグラムについては、単独では存在しておらず、保坂版リメイク、国史無双の DVD にプラネット、フィルムセンター版からの部分抜粋で収録されたもの。 松田春水制作、演出によるドキュメンタリー映画、バンツマ、バンドウツマサブロウの生涯の DVD に松田映画写版からの部分抜粋で収録されたもののみである。リメイクに関してはオリジナルを原作としてリメイク作ごとにそれぞれ異なる。脚本家が立っており、細部はそれぞれ微妙に異なっている。リメイク版は劇場用映画であればすべてトーキー。 テレビドラマであってもすべて音声が存在し、オリジナル同様のサイレント映画ではなく、セリフ等の創設が必要である。1962年版、アベコベ道中では、河野敏一監督により、トーキーでありながら、随所にサイレント映画のような文字画面が挿入され、ポップな画面作りがされていたり、 駒落としで相手サイレント時代のコミカルな人物の動きを再現する演出が施されている。また、穂坂信彦監督の1986年版国志無双では、穂坂の詩、菊島隆像によって文楽や歌舞伎の要素を盛り込んだものになっているという、武士道華やかすぎし頃の話である。お花絵ガラスの曲、伊賀様助の二人の浪人が、もしいプランを考えた。 武芸十八発の本家本元、総元締め、将軍家五四南番つまりは、東大随一の剣豪である、伊勢伊勢守に使える者を名乗れば合流ができる、ということで、単なる通りがかりの青年を、偽の伊勢伊勢守に仕立て上げることにした。しかしこの偽物、老人どもの浅ましさに呆れて去っていく。老人たちは怒り、伊勢伊勢守を名乗る偽物が存在することを、 本物の伊勢伊勢守に密告する。そのことを知らぬ勢は、暴漢に襲われた見ず知らずの娘、親へを救出する。勢は、親への父に会い、なお問われ、伊勢伊勢守だと名乗る。ところが、親への父こそが、本物の伊勢伊勢守であった。伊勢守は勢に対決を挑むが、勢は強く、東大随一の剣豪のはずの本物の伊勢伊勢守は、これに敗北する。 本物の伊勢伊勢守は、自らの威信をかけて、山奥にこもり、千人のもとで修行を開始した。三年が過ぎた。強くなったはずの本物の伊勢伊勢守は、本物が偽物に負けたためしは、古今東西、歴史にないと偽に再度対決を挑み、しかしながら敗北する。正しいものが正しくないものに負けた。 本物の伊勢伊勢守はその名を偽に譲ることを申し出るが、偽は正しい者が勝つのではない。強い者が勝つのだ。自分には偽も本物もないと言い放ち、本物の伊勢伊勢守の娘、親へを連れて去っていく。やがて雪が二人の上に降り積もり、二つの雪だるまができるのであった。国士無双は1958年に放映された日本のテレビドラマである。 東芝日曜劇場の第82回として制作され、同年6月22日に放送された。国史無双は1961年に放映された日本のテレビドラマである。1話完結の連続テレビドラマシリーズサムライの第28回として制作され、同年5月14日に放送された。国史無双は1961年に放映された。 日本のテレビ映画である。テレビ指定席の一作として制作され、同年12月16日に放映された。安倍コベ道中は、1962年に制作、公開された、日本の長編劇映画、トーキーである。伊丹満作監督、片岡千恵蔵主演の最初の作品、国主無双に、浪人公役で出演した、瀬川道三郎が、本作では、 千人役で出演している。いくつものサイレントの剣劇映画が描いた、武士道華やかなりし、頃の世界が終わり、武士道華やかすぎし頃、ある春の話である。街道筋を行く、将軍家指南番、東大随一の剣豪である、伊勢伊勢守の大行列の傍らに、名もない老人二人、木の絵師、おつしがいた。戦亡するあまり、彼らは、寂しいプランを考えた。 あの、伊勢伊勢守るに使えるものを名乗れば豪遊ができる、ということで、傍若無人の田舎者を、偽の伊勢伊勢守る、偽伊勢守るに仕立て上げることにした。侍らしい姿に仕上げ、料亭で豪遊翌日は、弁当も二つずつ持たされ、すべて伊勢伊勢守るに遠慮なく請求せよ、と言って、すべてが通った。しかし偽伊勢守るが財布を拾い、この件で、 大喧嘩となり、偽、伊勢守は老人たちと決別、財布はやるが、弁当と、名前はもらったと言って立ち去る。木の石、おつしが財布を開けると何も入っておらず、悔しさいっぱいで、本物の伊勢伊勢守に、偽物登場の密告に参上する。偽、伊勢守は、その後、羽黒ろがつなる豪傑と出会い、道場破りに出かけるが、偽、伊勢守がなお名乗ると、 羽黒は慌てて逃げ出し、道場は金をくれた。その後、どの道場に顔を出しても、なお名乗るだけで、道場を破られることを恐れて、偽、伊勢守に金を渡すのであった。そんなある時、裏井幕たちやナンパ侍の間の手から見ず知らずの娘、八重を救出する。偽、伊勢守は、バあたちと共に迎えに来た八重の父に会い、なお問われ、伊勢伊勢守だと名乗る。 ところが、八重の父こそが、本物の伊勢伊勢守であった。伊勢伊勢守は偽、伊勢守に真剣による対決を挑むが、希釈で汚染する偽、伊勢守は、意外に強く、東大随一の剣豪のはずの本物の伊勢伊勢守は、これに敗北する。ショックを受けた本物の伊勢伊勢守は、自らの威信をかけて、山奥にこもり、千人のもとで修行を開始した。偽、 伊勢守は、土投げをしようとする水知らずの娘、お初を助け、五両の金が必要なお初のために、八十二、これを借りる。しかし最初の借金は五両でも、土投げを助けた後に遊郭に売られ、わずかの間に五十両に膨れ上がっていた。偽、伊勢守はこれをもやいに借りようと手紙を書き、遊郭の下女に渡し、伊勢伊勢守の霊場に渡せという。下女は偽、 伊勢守になおとい、やはり、伊勢伊勢守だと名乗ると、下女は震え上がった。そういうわけで、晴れて、お初を連れて逃げ、江戸を離れ、ケラの十兵衛の客分となる。そこに、八重がやってきて、瓜り二つの女同士の偽、伊勢守をめぐる恋愛対決となる。偽、伊勢守はうんざりだ。そうこうするうちに、強くなったはずの本物の伊勢伊勢守から、 再度の決着のための果たし状が届く。双子山の頂上で、伊勢伊勢守は偽伊勢守と対決するが、しかしながら敗北する。偽伊勢守は、伊勢伊勢守に、八重とお初に、立派な向こうを探してやれと頼むが、八重もお初も、そんな偽伊勢守を不満に思う。立ち去ろうとする偽伊勢守の後を、二人、友が、花嫁衣装のいで立ちで追いかけてくる。 偽伊勢守はこの映画を見てきた観客に向けて、いやはや女は苦手です、と愚痴をこぼす。伊勢伊勢守る文ブは、1966年に放映された、日本のテレビドラマである。ナショナルゴールデン劇場の、第4回、かつ中村金之助を主演とした、中村金之助ドラマ集、第2回として制作され、同年9月15日に放送された。国志無双は、 1986年に制作、公開された日本の長編劇映画、トーキーである。監督の保坂信彦によれば、保坂の父と子の自作として、その完成直後にサンリオによって制作が開始されたが、1982年の一応の完成の後、1年を経て、同社専務取締役であった小木捨キがスピンオフして設立した映像制作。 書籍出版社三連2期の下で、北島治を起用して、音楽ダビングをやり直して完成したのが、現行の公開バージョンであるという。2009年2月6日、アップリンクから、本作の DVD が発売された際には、伊丹万作監督の復元版、国志無双の一部が、特典映像として収録された。武士道華やか杉ぎし頃の話である。世とソロクの二人の人が、 さもしいプランを考えた。将軍家ご南番つまりは、東大随一の剣豪である、伊勢伊勢守に使えるものを名乗れば合流ができる、ということで、人選の挙句、とぼけた感じの若者を、偽の伊勢伊勢守に仕立て上げることにした。伊勢伊勢守の意向を借りて、飲めや歌いの大騒ぎ。しかし、偽が財布を拾い、この件で、大喧嘩となる。老人たちは怒り、 伊勢伊勢守を名乗る偽物が存在することを本物の伊勢伊勢守に密告する。偽は偶然出会った八重抜きの達人、ハグロガツセンと共に道場を破りに行くが、偽が道場で伊勢伊勢守だと名乗ると、ハグロも道場の男も逃げ出して金を差し出す始末である。なんだかわからないまま、偽は道場に行っては伊勢伊勢守だと名乗り、金を得ることを繰り返す。 そんなある時、偽は、暴漢に襲われた見ず知らずの娘、八重を救出する。偽は、八重の父に会い、なお問われ、伊勢伊勢守だと名乗る。ところが、八重の父こそが、本物の伊勢伊勢守であった。伊勢守は、偽に対決を挑むが、偽は強く、東大随一の剣豪のはずの本物の伊勢伊勢守は、これに敗北する。本物が偽物に負けたためしは、 古今東西、歴史にないと、本物の伊勢伊勢守は、自らの威信をかけて、山奥にこもり、仙人のもとで修行を開始した。偽は身投げをしようとする見ず知らずの娘、お初を助け、五十両の金が必要なお初のために、偽は、八重に、これを借りる。偽は、八重とお初に思いを寄せられるが、お初に別れを告げる。修行から戻り、 強くなったはずの本物の伊勢伊勢守は、偽に、再度対決を挑み、しかしながら敗北する。偽が勝った時の約束の通り、本物の伊勢伊勢守の娘、八重を連れて、偽は去っていく。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。安倍こ部道中に関するカテゴリ伊勢伊勢守る身分に関するカテゴリありがとうございます。